お願いいたします。よろしくお願いします。今回のまちこ先生、どういうストーリーでどういうところが見どころでしょうか。どういうストーリー、そうですね、どういうまあ、あのオリンピックがもうすぐあるってことで、はい、オリンピックにちなんで、まあ、海外の方のが来た時のお話みたいになってるんですけど、はい、なんて言ったらいいんだろう、話まだ最後まで、あらすじのことでいいね。あらすじで、はい、あらすじ、アラマ学園に外国人の、はい、そうですね、留学生が来て、はい、でまあドタバタするんですけど、はい、まあその日本人の良さっていうか、日本の良さだったりとか、はい、でもその海外から来る外国人さんの思ってることとか、はい、まあそういう人間味のある部分とかもいい良さかなと思います。はい、はい、まちこ先生のキャスティングが、はい、来た時はどのような考えでしたか。まちこ先生には2年前の時に、別の役で出演させてもらってて、はい、でそれ以来だったんで、まあ、自分がやっと出れる、そのまちこ先生として出れるってことが、はい、まあ、嬉しく思いましたね。はい、まちこ先生の漫画とかアニメを見てどのように思ってますか。いやー、なんか古き良き昔のそのなんかスケベな感じが出てるアニメだなと思って、はいはい、なんかそういう昔の良さみたいなのが出てていいなって思ってます。はい、実際今役柄をやってみてどういう感じでしょうか。うん、そうですね、まあ、まちこ先生って誰に対しても愛情があふれてる人なんで、はい、なんかもうみんなを包み込む気持ちで、はい、今は稽古をさせてもらってます。実際に包み込めていますか。まだ全然できてないと思いますけど、これからなんですけど、はい、そういう気持ちで、気持ちはそういう気持ちでやってます。はい、まあ練習もそろそろ本番も近づいてきましたけども、はい、役柄はだんだん慣れきって。そうですね、だいぶ慣れてきて、最初はまちこ先生って自分、まあ見ていたし、はい、その実際に舞台にも出ていたけど、はい、実際に自分が演じるとなると、はい、こうどうやっていいか分かんなかったんですけど、はい、少し慣れてきて、まあ、まちこ先生ってこういう人だなって思いながらやれてきてはいます。まちこ先生ってどういう人だと、さっき包み込むとおっしゃいましたけども、はいはい、他にはまあ、愛にあふれていながらもやっぱスケベに寛容だから、なんだかんだ、はい、まあ、ボインタッチされたりとか、はい、スカートめくられてても、はい、まあ、ニコニコしてるっていう、はい、まあ、そういうなんか全てにおいておおらかな人なんだなと思ってやってます。はい、はい、まあ、先ほども見どころを聞きましたけども、はい、他に外国人の方が留学生と来るしてくる以外に、はい、見どころっていうのは何かありますか。そうですね、どこまで言っていいんですか。オリンピックもやるんじゃない。ああ、そうですね、なんか、まあ、外国の方と一緒に結局オリンピックにちなんでるんで、はい、実際にオリンピックをやるんですけど、まあ、ちょっとしたそういうバトルみたいなのがあるんで、そのバトルが、まあ、ちょっと見どころかな。オリンピックをやるっていうのはアラマ学園で何か。そうですね、アラマ学園 VS 海外からの留学生でちょっと戦うみたいなのがあるんで、はい、ああ、うん、そうですか。はい、わかりました。最後にこれからご覧になりたいと思っている人とかへのメッセージをいただけますか。はい、そうですね、あれまちこ市場をスケベにしたいみたいなこと言っていいんですか。はい、なんか今までのまちこ市場を一番ちょっとスケベにしたいと思っていて、はいはい、今までよりもちょっとエッチにできてるんじゃないかなって、スケベにできてるので、そこを期待しつつも純粋にストーリーを楽しんで生きていただけたらなと思います。じゃあ男性は特に。そうですね男性はもうスケベ心満載で来ていただけたらと思います。
わかりました、はい、ありがとうございます。マイクさん聞いてもらっていいですか。マチコ大とかのことを伺います、はい、そうですね、マチコ大っていうのが、まあ、3台ありまして、はい、そこからあの風が吹き出てきて、はい、それによってスカートがめくれてパンチラがするっていうのがあって、はい、それを見るために、まあ、マチコ席っていうのがありまして、はい、まあ、あのゴールドとシルバーとブロンズに分かれてるんですけど、はい、ゴールドの人はもう真下で見れるので、はいはい、まあ、それをまあ、過去の人たちは恥ずかしがって、はい、顔を上げられないって言ってたんですけど、はい、もうそんなの気にせず、はい、笑顔で見たいだけ見てくれたらいいなと思ってます。ゴールドは席おいくらなんでしょうか。1万円ですね。1万円ですか、はい、ゴールドと他のシルバーとブロンズはどう違うんですか、はい、まあ、席の近さがまず違うのと、まあ、ついてくる特典とかも変わってくるんですけど、はいはい、何か他にアピールする点とかあれば。撮影撮影撮影タイム、はい、あの撮影タイムがあるんで、まあ、スマートフォンのみになるんですけど、はい、あのその舞台のワンシーンを撮影撮れるってなかなかないと思うので、はい、ぜひスマートフォンを持って、はい、あのバシバシ撮っていただけたらと思います。去年は築地見に行ったんですけども、はいはいはい、撮影タイムはあのいわゆる最後のみんなで、集まったとこだけでしたけども、はい、今回は舞台の最中でも撮影タイムがあります。あ、じゃあそれはだいぶ楽しめると、はい、そうですね、なかなかないと思うんで。あと去年ですと水着になれるシーンとかもあったんですけども、はい、今回ももちろん今年も、はい、水着になるシーンがあるので、はい、私まちこ先生以外の水着の女の子たちが見れると思うので、はい、あのどんな子が水着になってくれるんだろうっていうのをワクワクしてもらえたらと思います。まちこ先生ももちろん水着に、そうですね、はい、なっちゃいます。わかりました。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。このような活動をしてらっしゃるんです。普段は、グラビアアイドルとして活動しつつ、はい、あのパイアートっていっておっぱいに絵を描くことをしていて、はい、はい、今年写真集を出したりとか、はい、あと年始の番組、お正月番組にそれで出演させてもらったりとかしていて、はい、であと去年はずっとドラマを8本ぐらい出てたのかな、うちレギュラー2本で出てたりとか。あ、じゃあもうグラドルをやりながら、はい、女優としても活躍していらっしゃるという、はいはい、じゃあお芝居なんかも結構慣れたもんでしたか。いやー、まだまだではあるんですけど、お芝居がずっと好きで、はいはい、いろんな役を今までもやらせてもらってます。グラドルは何年ぐらい。グラドルはもう8年とかになりますかね。 DVD はもうじゃあ相当。あ、でも私 DVD は全然出してなくて、案外グラビアとしての活動が少なくて、それよりも今はお芝居が多かったりとか、はい、あとなんかおっぱいに絵描いたりとか、あの別の枠でやってるんで、はあ、グラビアアイドルって肩書きで言ってはいるんですけど、実際は結構女優の方が多かったり、はあ、あとなんかバラエティとしての別の仕事が多いんで、はあ、大枠で言うとなんかタレントって感じですね。ああ、はい、2年前お出になったっていう、はい、おっしゃってましたけど、2年前はまちこ先生はどなたが演じていらっしゃるの。青山ひかるちゃんがやった時に。そうですか。はい、そうです、そうです。私はあの妖怪の、はい、陽気飛躍で出ていて、はいはい、おっぱいが取れるっていうのをやってました。ああその時2年前の芝居を見てどういう感想でしたか。2年前の時もこんな感じでドタバタで、はい、で、まあ、同じようにマッチング台があってとか、はい、そういう仕掛けもあって、はい、でもなんかそれが今度自分が主演っていうのだから、はい、まあ、ちょっと緊張もしつつ、でももっと盛り上げて楽しんでいけたらと思ってます。はい、わかりました、はい、ありがとうございます、はい。